はい、おはようございます。 1OTV の、花クソでございます。本日は、若洲海浜公園です。久々にね、若洲海浜公園、来ました。どうだろう、ここはね、年にね多分近いんですけど1、2回、気晴らしに、来るような感じですね。今日はね、なんか入り口の方を見たら、ここの堤防ですね、堤防がね、封鎖ですね、封鎖されてます。まずトイレ行ってきたいと思います。なんか置いてありますね。何にも置いてはないんだ。なんか防水かなんかやってんのかな。何やってんでしょうね。今日は、閉鎖しております。まあね、こっちの、右の方の奥の方、行ってみたいと思います。なんかどうだろう、海ね、海。引いてんのかな。はい、ちょっとこれで一番奥の方ね行ってみたいと思います。一番ね最奥の方は、もう竿を出されてるんで、ちょっと手前ですね。手前、真ん中よりちょっと奥の方で、差を出したいと思います。早速準備します。はい、今日はね、サビキをやっていきたいと思います。一応ね、この城がね連れとるってことで、まあ来てみたんですけど、まあどうかわかんないですよね。ね、投げさびきもねやってみたんですけど全く来ないですね。なんかまあいつも情報に踊らされる傾向があると。まあ今度はねちょっと胴突きにしてね、やっていきたいと思います。せっかく虫餌買ってきたんで。あのね、カモたちね、飯食ってるでね、小魚いるはずなんだけどな。やつら飯食ってんだもん。全く反応ないけどね、僕の方にはね。やつらね、飯食ってるよ。なんだかんだ知らんはいると思うんだよね。ただこう俺んとこに来ないっていうだけ。お菓子もね潜って食ってたもん、さっき。魚ね。もうしょうがないですよね。ここは死の海ですから。
はい。お隣さんでね、青ガニ釣れてますね。はい。僕にはそういうもん来ませんけどね。ちょっと見てみますね。まあ普通にいませんよね。でもね、向こうではね、なんだった青ガニ上がってましたよね。はい。まあまだなんだかんだはいると思うんだけど、多分仕掛けとしてはね、投げ釣り仕掛けに青ガニがかかってたような、はい、感じでした。まあまあいいんじゃないですかね。サイズもゆでガニでいけるような気がします。はい。はい、どうもどうも。ね、今ね2時過ぎですかね。はい。当たりはないっすね。でもね、要は何だったっけ、若洲海浜公園の超過速報かな。まあそういうのを見てたんですが、まあ、この城がサビキで足元で、まあ夕末目だと思うんだけど、まあ入ってきて釣れますよという感じだったんですよね。だけど、まあ今2時でしょ。あと2時間ぐらいで、まあ夕末目迎えますよね。本当に来るんかよとか思っちゃいますもんね、これね。まあ大体僕ね、いつもね、それ見てね、来るとアウトっすよね。で、今、4月4日かな。でもその記事が載ったのが、多分1月の30日かなんかだと思うんですよね。まあ、たかだか5日間だけどね。でも、やっぱり、もしかしたら、それもこっちの防波堤じゃなくて、向こうの、こっちの、並びで釣れてたんですよね。大一緒で10枚ぐらい。だから、夕まずめにポンポンって来る可能性はあるけど、まあ、俺の場合ね、普通の可能性より、まあ、さらに低くなると思うんですよね、いつもね。まあ、とりあえずね、夕方を待つしかないですよね。もう、どうしようもないですよ。ね、もうだってすでに僕6時ぐらいに着いたから8時間ですよ、8時間。このベンチで座ってるって8時間もね、なんていうの、まあ不老者とは言わんけど、ね、もうそこにいつ僕がいつ魚がいついてるんじゃなくて、僕がね、なんか居ついちゃってる感じっすよね。もうね、でも半分ぐらい諦めてますよ。でもね、最後まで諦めずに、頑張りたいと思います。左が胴突きで、ちょい投げで、右が一応サビキです。はい。頑張ります。
後ろ。いっぺんに子猫と映るの？今、2匹っすね。はい。よいしょ。これで、とりあえず、坊主は逃れたような。そう、だって2つも釣れるんですか？来たんだ。まあ、肩は、まあ、大きく、もう、肩はそうですね、25センチぐらいはあると思います。よし、ね。急にダブルできた。ダブルで、急に。さっきまで釣れてなかった。釣れてなかったっすね。初めて釣れたのがダブル。はい。ぶっこんどこう。投げよう、投げよう。はい。はい、釣れました。この城でございます。この城ってこの城、これなんです。これそのものにしてるさ、遠くに投げたんですか？いや、わしだっすね。今、はい、2つ一緒に釣れたこれ、餌餌はただのマセ。あ、そう、あ、それで巻いてる？いや、巻いてないですよ。これでちょっと見てください。これ2つも。じゃないですかね。こう滑ると面白いんだけど、お隣でね、釣ってた方が朝、台湾ガザミ、あげました。結構身も重たいですよね、これね。青ガニいいっすね。僕の方もこの城がとりあえず釣れたんで、坊主は逃れました。これはオスかな、メスかな。あ、オスっすね。オスっすね。いいと思います。死の海かと思ったら、意外に、ね、カニが取れたり、してますね。いい方っすよ。これ、重たいです、重たいです。はい。じゃあ、これ、戻して、来ます。すいません。はい、ね、もう夕方5時前ですね。もう来なくなっちゃいましたね。で、1回目に、一家であげた時は、あのカメラ用意したら、いや起動してませんとか抜かしやがって、それでちょっと撮れなかったんですけど、で、まあ次には、まあ一発だけはね、撮れたんでね、なんとかね、まあ良かったかなと思うんですけど、やっぱり情報通り、ワカスの、なんていうんですか、超過、まあツイッターかなんかでね、アップされてるんですけど、夕マス目がいいって言ってましたね。なんか朝は誰も釣れてなかったような感じがします。はい、ね、もうちょっとしたらね、終わりたいと思います。はい、とりあえずね、3匹だけ、最後に、取れました。ね、まあ坊主じゃなくてよかったです。もうこれなんか結構でかいですよね。はい、手のひらがこうだからこんなもんか。まあ30センチとか、そんなもんかな。まあよかったと思いますよ。夕方が、夕マス目が狙い目みたいですね、やっぱりね、情報通り。ね、今回これ数字目にして、食べちゃいますね。本当に、ご視聴の方ありがとうございました。またね、頑張ります。